はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。前にね、ご紹介したこの木島のサイクルアラームなんですけど、これについてね、ちょっと、いじってみようということで、今日は短編です。もうめっちゃ短いですよ。ね。で、これに僕はこのエリアセンサー、マイクロウェーブセンサーというのをつけてます。で、これをつけてると、まあ、アラームをセットしたときに、まあ、周囲にね、こう近づい人がとかが近づいてきた時に、警報が鳴るというような、センサーなんですけど、これね、基本的にも線1本で本体とつながってて、基本的にアラームをセットしたら勝手にオンになります。こいつだけを、その時の状況とか環境に応じてこいつだけをオフにするっていうのはできないですね。だからもう線を抜いてあげるしかない、こいつを切りたい時は。で、ここの黄色いネジ穴のとこでエリアのね、感度の設定はできるんですけど、こいつオンオフができなかったんですよね。で、それでね、ちょっとテスト当てて見てみたら、この赤い線ね、この赤い線が電源線なんで、ここにねスイッチをつけてみました。で、ちなみにね、これね、なんていうんですかね、つけてる状態だと基本的にアラームをセットしててもセットしてなくても、こいつ見てもらったら分かるように今これ赤いのがピカピカしてるんですよね。だからなんでか知らんけど、こいつに常時アラームセットしてない時でも電気の供給がいてて、まあちょっとでもね電力を食ってしまうっていう問題もありました。あとはまあ今僕が言ってるのは、例えば駐輪場とか、そんなところで、こう周りにね結構人がいてるような環境で止める場合ね、この衝撃っていうか振動があった時のアラームはセットしたいけど、こいつだけをちょっとね切っときたいなっていう場合がありますよね。で、そういう場合にということでスイッチをつけました。これをねオフにするとこれも点滅しなくなりますね。オンにすると点滅してるの分かりますかね。はい、こういう風なスイッチをつけました。これ防水のスイッチなんですけど、これをね、ちょっと、仕込んどいて、それでオンオフできるように、したらどうかなということで。まあ、これね、木島のアラーム、僕も、買ってつけてみたんですけど、安くて、まあ、基本的な性能っていうか、なんていうかな、基本的な欲しいものは全部ついてて、1万円もかからない、これとこれセットでね、1万円くらいかな。うん。なんで、非常にね、なんていうかおすすめできるものだと思うんで、ぜひもしよかったらこんなスイッチも、つけてもらえたらと思います。まあもともとねメーカーの方でなんかちゃんと仕込んどいてくれたらよかったんですけど、ということで今日は、短編のスイッチつけたらこんなんできますよっていうご紹介でした。ではでは。